第7次なのに第3次なマインクラフト、パート36です。なんなの？いきなり画面が騒がしくて、申し訳ありません。ただ、今回は灯台の後ろ半分とか、細かな調整をしたかったのですが、これまで何度もくたばってきた私でも、心が折れかける事態が起きてしまいました。白状しろ。では、こちらをご覧ください。ああ。この町の衛兵隊はみんな怠けていてだらしない。通りに立つ兵士も足りないし。前回の地図確認をして、録画を止めた直後でした。突然背後で爆発して、このありさまです。5分以内にアイテムを拾わないと、消滅するのがマインクラフトの掟。チェストや木材をピンポイントで拾うこともできず、片っ端から箱に突っ込まないと間に合いません。何でも言う通りにするわ。じゃあ姉さん、そこら辺のアイテム、全部箱に運んでください。もちろん。あ、今のは、箱に運んでを突っ込んで欲しかったのですが。あのね。すみません、何でもいいのでアイテムを保護してください。しょうがないわね。以後気をつけなさい。はい。はい、8箱以上を発破されましたが、どうにか詰め込みが終わりました。面白い。次爆破されたら、まず島を海に沈めます。二度とクリーパーが湧かないように。そんなわけで、チェストの中身がぐちゃぐちゃ。これを整理し直す気にならなくて、じゃあいっそ新しい倉庫作っちゃえ。なんてことがあって、灯台建設の中断をお知らせしたわけです。どのみち今の倉庫も、そろそろ整理しきれず、雑然としてきましたからね、ちょうどよかったんです。そして話は最初に戻り、倉庫建築です。水中ガラス張りで、モンスターのは器用がない。完全な安全地帯を作ろうと思います。お前には無理だ。前の倉庫、湧き潰しは完璧でしたし、未だになぜクリーパーが湧いたのか、見当もつきません。つきませんが、どうせどこか行きますだけ、絶妙に明るさが足りてなかったとか、そんなところでしょう。そうね。しかし今度は、海の底に倉庫を作るので、安定度 100%。海の底で水の倉庫を、底知れない完璧倉庫。そこで止まれ！言うだけ言って満足したので、そろそろ建築の話でも。今回作る倉庫ですが、デザインの目新しさは特にありません。海の底で丸太を組んで、ガラスを張るだけ、というシンプルなものです。少し思うところがあり、丸太フレームから1マス内側に、ガラスを張ることにしました。何か問題でも？そうですね、表面が真っ平らだと、なんだか面白みに欠けますし、後付けのデコレーションもやりづらくなります。それに、端から下ろした支柱につなげれば、多少は一体感が出ますからね。ということで、パパッと工事した結果がこちら。丸太同士がクロスした部分は、あえて突き出るようにして、よりログハウスっぽくしようとしています。四隅にはグローストーンを埋め込み、モンスターはもちろん、ドラウンドの出現も抑えられます。このままだと、多分倉庫内からの眺めが退屈でしょうから、内部に干渉しない端っこに、葉っぱを埋め込んでおきます。海の中で葉っぱはナンセンス、という方は、サンゴブロックでもいいかもしれません。サンゴを使うなら、丸太部分は砂岩やクオーツ、テラコッタなんかが相性良さそうですね。さて、葉っぱのくるみ作業が完了。入り口は、植林場通路とつなげました。あとは床を敷いて、水抜きで完成。なのですが、おそらく長い付き合いになる倉庫ですし、もうちょっと何かできないものでしょうか。さてと、何がお望み？両サイドにチェストを並べるとすると、大きなオブジェは作れませんし。あ、そうだ、じゃあ下をくり抜けばいいじゃない。くり抜きました。あれを見たんだろ？シード地を間違えて、違うチャンクを掘っていた思い出は、クオーツブロックで塞いで、なかったことにします。さっさと消えてくれ。おそらく、ほとんど意味がないとは思いますが、申し訳程度に、柱と模様付きをブレンドしてみました。やっぱりわからない。わざわざ下をくり抜いて、何を作ろうとしているのか。砂を敷いている時点で、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、倉庫の床下は、サンゴの水槽にしようと考えています。大変なことになるぞ。冷水だなんてとんでもない。まず島よりあったかい場所なんて、他にあったかい？
ほっとかないで、暖かい海なだけに。ホットな英会話教室はこのくらいにして、産後の配置が終わりました。普段は雑でいい加減な建築をしがちですが、わざとガバガバに建築するのは、想像以上に難しいものです。とりわけ産後症の再現は、難易度高め。計算して適当に置くのは至難ですので、素直に本物の、産後症を参考にするべきでしょう。なんなら丸コピーでもいいくらいです。賢い選択ね。そんなわけで、床下産後症の完成。熱帯魚の引っ越しは、今はやめておきます。これをガラスで密封したとき、魚が全然見えない、なんてこともありえますからね。そして案の定と申しますか、ガラスをかぶせると、何が何やら。シーキクルスも植えてあるので、光不足というわけではなく、ガラス越しの水は、どうしても曇ったようにしか見えない、という仕様なのです。よく覚えておけ。はい。これで大まかな形ができましたので、パパッと水抜きして、地獄の荷物整理ですね。お前が町にいてよかった。町にいたせいで、クリーパーが湧いたんですけどね。さて、アイテム引っ越しの前に、少しだけ機能を追加します。大したものではなく、倉庫から地上に、スルッと出るためのエレベーターですね。倉庫がちょうど奇数マスでしたので、真ん中3マスをぶち抜き、3×3 のスペースを、会場まで延長。倉庫内から真上に伸ばすと、橋のど真ん中になっちゃうので、あえて脇道に出しました。3×3 にした理由ですが、上りだけでなく、下りもつけたかったからです。マグマブロックは、吸い寄せの効果がありまして、素早く水中を降りられますぞ。待って。合理性だけで言えば、1マス水を残して、飛び降り式にすれば良いのですが、こっちの方が楽しいかな、というだけの理由で、足の裏やけどシステムを採用しました。マグマブロックは、上に乗るだけでダメージを受けますが、高さ3マスの猶予があれば、ブロックに触れる前に、自ら抜けることが可能です。水をフェンスゲートでせき止めれば、エレベーター完成。下りエレベーターから敵が入ってこないのか、というごもっともな指摘は、お控えください。もしかしたら、流れ着いたドラウンドくらいは、入ってくるかもしれません。まあそんな事故は、長時間放置でしか起きないでしょうし。放置する際は、フェンスを閉じておけば問題ありませんね。はい、地獄の引っ越し作業が終わりました。今の装備を全部なくすくらい、心にダメージを負いましたが、以前よりも収納スペースが増え、分別も細かくできて、満足でございます。まず倉庫に入って右手、こちらは鉱物資源や染料など、頻繁に出し入れするもの中心。この中で、レンガと氷だけ、場違い感がありますが、このあたりは、普段使いの道具箱、武器防具箱にすると、より使いやすいかもしれません。そして反対側、こちらもまた、よく使う建材や、加工品がメイン。特に前の倉庫では、ボートの扱いに困っていました。それを今回は、わざわざ一箱割いたことで、木製加工品の、収納効率がアップです。なお原木については、植林場にもチェストがあるので、こっちは一箱で十分ですね。で奥側は、主に土とか石とか、溢れがちなブロックを格納しています。この辺は、石から花崗岩まで、石膏さんに売れますし、逆に磨いたものを買うことができたりと、ストックする意味はそこまでありません。ただ、戦力岩から右3つは、前の倉庫でラージチェストいっぱいになっていたので、余裕を持たせて3段分、ということにしておきました。最後ですが、特に説明することもないですね。ガラスを色付きと無色で分けて、ちょっと使いやすくなった、くらいでしょうか。さて、倉庫を爆破されてから2時間、ようやく日常生活に戻れます。そうね。まあその分、居心地のいい倉庫ができましたし、結果オーライ。エレベーターには、左右テラコッタの矢印で、上下をわかりやすく。絶対に吹っ飛ばないお布団の上には、時計をかけておきました。これで日の出日の入りを把握すれば、大惨事を防げるってものです。いや、そうは思わない。
クソみたいなダジャレは予算か、とか言われなくて助かりました。変わった魔法はよそでやって。あ、姉さん、サンナだけにサンゴが？やめて！霊気魔法大会、参加者多数で、サンシャイン、そろそろお切れになる方もいらっしゃるでしょうから、真面目にやります。倉庫の奥に、半自動精錬システムを導入。かまどに対して、精錬したいものを上から、燃料を横から、それぞれホッパーで供給。今まで処分に困っていた、鉱石を燃やして、整理しやすくしております。そして一番気に入っているのは、やはりエレベーター。塔台にも作っていましたが、この一気に上がっていく感じが、癖になります。下りは若干遅いものの、こうしてぐるぐるして遊ぶと楽しいです。もうつまらなくなってきました、くだらない、ということで、今回は灯台を中断し、橋の下の発信基地、ログハウス倉庫を作りました。すごいな。灯台すぐそばということもあり、建築が少し楽になることを期待しつつ、今回はここまで。次回こそ、灯台の後ろ回りに着手できれば、と思います。それでは、ご視聴、ありがとうございました。